モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきます。今日紹介するのは、メガネの曇り止めになります。メガネの曇り止めはいろいろな種類がありまして、スプレータイプ、ジェルタイプ、あとメガネ拭きのタイプといろいろある中で、今回最強の曇り止めを一つ紹介させていただきたいと思います。はい、それがこちらのソフト QQ コーポレーションから出ているメガネの曇り止め濃密ジェル耐久タイプ、こちらを紹介させていただきます。で、曇り止め、さっきお話したように種類いろいろある中で、これは粘度が高い、ジェル状のものなので液が飛び散らないタイプになってます。で、こちらソフト QQ コーポレーションが出しているんですけれども、車のメンテナンス、カーメンテナンス用品で、有名なガラコとかフクピカとか、そういったカーメンテナンスで実績のあるブランドになってます。じゃあ実際にこちらの曇り止めちょっと使って効果を試してみたいと思います。使い方なんですけれども、まずメガネをしっかりクリーニングしておいてください。こちらメガネが結構汚れちゃってると曇り止めの効果も半減しちゃいますので、ちゃんとメガネは綺麗な状態にしておいてください。で、こちらのメガネなんですけれども、ここにですね、米粒大ちょんとつけてティッシュで液を塗り込みます。で、少し白くなってくるので、こちらはティッシュのきれいな面でこうやって拭き上げてください。裏面もやっときます。で、液だれしません。ジェルタイプなので、ちょんってつけても下に垂れないので、これはスプレータイプとは違って、そういった点では使いやすいですね。こんな感じで拭き上げていきます。はい、見た目はもうほとんどこっちが塗ってない方で、こっちが塗りましたけど、見た目はもうほとんど透明になりますからね、わかりませんが、ちゃんとこっちは塗りました。はい。じゃ、実際にどれくらい効果があるのか、ちょっと試してみます。はい。今回は加湿器を使って、どれくらい効果があるのか確認してみます。まず塗ってない方なんですけど、こうやって当ててみます。こんな感じで曇っちゃいましたね。で、曇り止めを塗った方も同じぐらい当ててみます。はい、こんな感じです。全く曇ってません。こうやって見ると効果は一目瞭然ですね。はい、本日はモンキーフリップロストの店長高橋がお届けいたしました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。